2019年度第二種電気工事士下期筆記試験解説動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は配線図の問題ということで、問いの31から問いの50番まで全20問を一気に解説していきたいと思います。少々長くなりますが、最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは早速内容を確認していきたいと思います。今回は鉄筋コンクリート造り集合住宅、つまりマンション等ですね。そちらの一棟部分の配線図であるということであります。かなり久しぶりの出題です。まず突起のある場合を除き、すべて VVF のケーブル工事というふうに記載がされております。で、3番の条件で漏電遮断器ですね。底核感度電流が 30mA。動作時間が 0.1 秒以内のものを使用しているというふうに記載があります。この条件から漏電遮断器で保護されている範囲であれば、設置抵抗の上限値が500オーム以下まで、低減されるということがわかります。それでは早速問題をやっていきたいと思います。まず31番、丸1で示す図記号の計器の使用目的はということで、丸1はどちらかと申しますと、こちらの図面ですね。WH ですね。WH。電力量計になります。そういたしますと、答えとしては、この刃の電力量を測定する。これが目的として正しいということになります。続いて32番です。丸2で示す部分の小勢力回路で使用できる電圧の最大値。これは図面を見なくても、この小勢力回路、定義が分かっていれば解けてしまう問題です。小勢力回路というのは電圧の上限値が 60V。60V 以下の回路を小勢力回路と言います。ですので、これは60が正解です。ちなみに小勢力回路になりますと、使用できる電線の最小太さが 0.8 ミリ。かなり細くすることができます。また、漏電遮断器も省略できるようになりますので、メリットは大きいというところはあります。ちなみに図面ですと、こちらの玄関のチャイムですね。チャイムのこの回路になります。では、続いて、33番。丸3で示す図記号の器具の種類はということですね。丸3が、どちらかと申しますと、はい、洗面所のところにあるこの穂ですね。穂の、スイッチのマークに添え字が L です。こちらは確認表示と内蔵スイッチということになります。ですので、確認表示灯を内蔵する点滅器、このロが正解ということになります。イの位置表示灯を内蔵する点滅器は、これは位置表示灯内蔵スイッチ、通称ホタルスイッチ、添え字が H ですね。で、刃の遅延スイッチは、あまり出てきませんが、添え字が D ですね。で、2の熱線式自動スイッチは、出てくることはありませんので、気にしなくても大丈夫です。ものとしては出てくるんですけども、配線図の図記号としては、ほとんど出てくることはありません。続いて34番。丸4で示す図記号の器具の種類はということで、丸4がどちらかと申しますと、はい。こちらですね。EET でまず設置極、設置端子付き。で、さらに EL ということで、漏電遮断器内蔵となります。ですので、選択肢としては、はい、設置局付き、設置端子付き、漏電遮断器付きということで、2が正解になります。設置端子は EET、設置局は E、で、設置局付き、設置端子付きは EET ですね。EL、というのは非常に珍しいですね。続いて35番。丸5で示す部分にペンダントを取り付けたいということで、図記号はどれですかと。これはもう、刃ですね。イの CH はシャンデリア。ロの記号は丸型の引っ掛けシーリング。
にはシーリングライト、天井直付きという記号になります。続いて36番、丸6で示す部分はルームエアコンの屋内ユニットであると。その図記号の平気表示はということで、屋内はインでアイですね。かなり出題頻度の高い問題です。もし屋外ユニットであればOでイになりますね。今回は屋内なのでインのアイです。ちなみに R という添え字は、まあ使うところとしてはリモコントランス、もしくはリモコンスイッチですね。で、B は、制御回路用の押しボタン、もしくは小型変圧器につく場合はベルトランスということになります。続いて37番。丸7で示すコンセントの極配置はということで、丸7は図面上どちらかと申しますと、はい、こちらですね。250V 接地極付き。で、電流の表記がありませんので、定格電流は 15A となります。そういたしますと、このハウケの形としては、まず、200V ということで、まあ 250V ですね。なので、刃の形は横向きになります。で、15A なんで曲がりませんから、E が正解ということですね。まあ、ついでに、接地極付きですから、ですね。で、炉の場合は 250V の 20A で接地極のないタイプ。刃は、これは 125V で 20A、15A 兼用となります。で、2は 125V、15A の接地極付きということですね。続いて38番。丸8で示す部分の最小電線本数はということで、これは、どの部分かと申しますと、今確認をしたコンセントに行くまでの配線ですね。この配線です。この本数はということなんですが、これはどのように考えればいいかというと、このコンセントは接地極付きです。ということは、アースが必要なんですが、このコンセントから外に出して、アースみたいなことは今回していないんですね。ということは、分電盤から直接アースを持ってこなければならないということになります。そうしますと、まずコンセントに送る配線が2本。で、アースということで合計3本ということになるわけですね。ちなみに、技能で出てくる場合は、黒、赤、緑の三振を使うということになります。珍しいなと思うかもしれませんが、過去にも何回か出題されているタイプの問題であります。ですので、最小の本数ということですと、これは3本が正解ですね。続いて39番、丸9で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として許容される最小値はということですね。配線図に限って言うと、この問題はもうそもそも2択です。まず1というのはありませんし、 0.4、 これも 400V の三相なんですね。まあ厳密には使用電圧が 300V を超える回路ということですが、一般的な規格で言うと 415V になります。配線図では400の動力というのはほとんど、まあ実質まず出てこないと言ってもいいかもしれませんが、まずありませんので、0.2 か 0.1 ということになります。さらに今回は住宅ということですから、原則200の動力は使えないんですね。まあ実際に分電盤見ても、単相三線の100ですから、もう絶縁抵抗値としては 0.1 メグ以上ということになります。もし、店舗や工場、もしくはマンションのエントランス、そのような場合は 200V の動力が出てくる可能性がありますので、その場合は実際に回路がどこかというのを確認する必要があります。続いて40番。10で示す図記号の器具の種類はということで、10はどちらかと、申しますと、はい、こちらですね。ダウンライトですね。ダウンライト。まあ、埋め込み器具ですね。はい。ということで、埋め込み器具の刃が正解です。ちなみに、シーリング、天井、直付きはさっきもありましたが、CL。引っ掛けシーリング、丸型は、これ。で、天井コンセント引っ掛け方っていうと、ん?となるかもしれませんが、天井コンセントというのは、要するに、このコンセントの記号そのままということです。黒く塗らないんですね。で、引っ掛け型ですから、添え字に T がつきます。では続いて41番。
11で示すボックス内の接続をすべて圧着とする場合、リングスリーブの種類と最小個数の組み合わせで正しいものはということですね。ただし、使用する電線はすべて16としますということで、11、どちらかと申しますと、はい、こちらの部分ですね。ちなみに、12番はここの、電線、13番はこの器具をということで聞いております。これは、複線図を書く必要があります。まず、電源はこのアウトレットボックスの左側から入ってきます。で、ついている器具は2口の 100V のコンセント。で、蛍光灯。これはヘと書いておりますから、このヘのスイッチで入り切りするよということですね。で、下に換気扇があります。これは天井付きの換気扇ですね。換気扇、これスイッチが内蔵されてます。スイッチ内蔵されている場合は、この接続部から見たら、ただ電源を送ってやればいいということになります。同じくこのシンクの上のこの蛍光灯、これもプルスイッチが一体型になっているタイプです。そうしますと電源を送ってやればいいということになってしまうんですね。以上のことを踏まえて複線図を書いていきたいと思います。で、先にですね、器具の準備だけ済ませております。今年の上期からですね、この色ペンを使えるようになりましたので、色書きして書くと非常にわかりやすくなります。で、今回は L は、黒線、N、青線。まあ実際には電線としては白なんですが、白だと見えなくなるので、青線で書いていきます。で、それ以外の線、まあほとんどがスイッチから器具への送りですが、そちらは赤で書いていきたいと思います。では、各器具から、接続部まで必要な配線を引っ張っていきたいと思います。まずコンセントは、非接地 L の黒とニュートラルの青ですね。で、右回りでいきますと、ヘの照明器具。ヘの照明器具には、赤でヘ。そして、ニュートラル。で、プルスイッチ内蔵の蛍光灯には、先ほど言いましたように、電源をそのまま送ってやるという形ですね。で、換気扇も同じくスイッチ内蔵ですので、電源をそのまま送ってやります。で、ヘのスイッチには、L が入って、で、赤ですね。はい、このようになってまいります。これで準備が完了しましたので、あとは接続ということでやっていきたいと思います。まず、ニュートラル、青線から。これは青を全部まとめれば終わりという形になります。続いて L ですね。最後に、赤ですね。これで接続がすべて完了ということになります。で、今回はリングスリーブの種類と個数ということですから、何本接続かというのを、これから見ていきたいと思います。本数を数えるときも一番多くなる傾向にある N から数えていくと分かりやすいと思います。まず N については青線の数を数えるということになりますので、1本、2本、3本、4本、5本です。今すべて16ということですから、16、5本の場合は1本2スケアで計算しますので、10スケア、つまり8スケアを超えておりますので、中のリングスリーブということになります。次は L を数えていくと良いでしょう。
L は本数としては1本、2本、3本、4本、5本、やはり5本ということですので、中のスリーブになります。で、最後はヘですね。ヘは、赤のヘを数えます。もう2本ですね。で、2本ということですから、これは小のリングスリーブで、もし刻印もと言ってたら丸になるということになります。ですので中が2つ、小が1つということが正解になりますので、選択肢としては E が正解ということになります。続いて42番、12で示す部分の配線工事に使用するケーブルは、と先ほど図面で確認したように、12というのはこの接続からプルスイッチ内蔵の蛍光灯までですね。複線図見ると一発でわかりますが、もう黒白2本です。ですので、まず2本のケーブルを選ぶということになりますね。そうすると、黒白2本ですと、このイとロがあります。で、今回は問題の条件で何も書いてなければ VVF だよと言っておりますので、VVF はロの方ですから、ロが正解です。で、イはですね、これ VVR です。まあ、丸いよっていうのがわかるんですけども、ちょっとわかりにくいという人は、この介在物。介在物が入っていたら丸いケーブルと覚えておきましょう。刃も同じくですね、介在物が入ってますので丸いケーブルです。まあ、おそらくは CV だと思われます。で、2は VVF の三振ですね。続いて43番ですね。13で示す図記号の記号はということで、この図面のプルスイッチ内蔵の蛍光灯ですね。はい、こちらを聞いております。そうしますと、これは壁付きではありませんので、まずそもそも蛍光灯という時点でですね、イとロは除外になります。あとは壁付きじゃなくてプルスイッチ内蔵。まあ、これがプルスイッチですね。ですので2が正解ということになります。続いて44番です。14で示す部分に取り付ける機器はということで、14どちらかと申しますと、はい、分電盤内の BE ですね。これは過負荷保護付きの漏電遮断器になります。そうしますと、いはこれ電磁開閉器ですね。ちなみに上は電磁接触器、下がサーマルリレー、熱導系電気。セットで電磁開閉器です。まあ、もう当然違いますね。で、ロはこれ漏電警報器なんですね。ですので、警報器ということで違うなということです。あとは刃と2ですけども、どっちかなというと、まずこのテストボタン。ここで判断して、テストボタンがついてれば、漏電遮断器。まあ、あとはよく見ると、漏電ブレーカーってここに書いてますので、まあ、わかるかなというところですね。ですので、刃が正解です。2は MCCB ですね。続いて45番。15で示す回路の負荷電流を測定するものはということで、これは別に図面見る必要はありません。負荷電流測定というと、これはですね、2のクランプメーターになります。E のテスターでも測れないことはないんですけども、まあ、ほぼ不可能ですね。なぜならテスターで電流を測ろうとすると、一回電線を外して、間にテスターをかませるということになります。まあ、無理ですね。ちなみに、ロは照度計、刃は検送器になります。続いて46番。16で示す図記号の器具はということで、16はどちらかと申しますと、はい。このリビングのところですね。このマーク。黒丸に突き抜けた矢印。これは調光器です。このシャンデリアを調光するということですね。はい。そういたしますと、調光器はこの図面で言うと、ロになりますね。ロになります。ちなみに他のものは何かと申しますと、イはですね、ここ、入りで点灯となってますので、確認表示灯内蔵のスイッチ。で、刃はこれはコードの途中にかませるスイッチですから、まあ、図面上ではほぼ出てこないということですね。で、2は、切りで点灯となっておりますので、位置表示灯内蔵スイッチ、ホタルスイッチですね、になります。
続いて47番。17で示すボックス内の接続をリングスリーブ小3個使用して圧着接続した場合の刻印の組み合わせで正しいものはということで、今回は刻印を見なきゃいけないんですね。ただし電線はすべて16としますよということです。で、17、図面上どちらかと申しますと、少々長い回路ですけども、こちらの部分ですね。で、見るとですね、18がここを聞いてて、19がここを聞いてるということですね。で、回路としては、19のこの VVF 用のジョイントボックスに電源が入って、そこから各部屋の回路に行ってるという状態です。で、この回路非常にわかりやすいのが、もう部屋ごとに独立してるんですね。例えば一番下の和室はリノスイッチでリノ引っ掛けシーリングでコンセントですね。で、真ん中の洋室も同じく、ヌのスイッチでヌの引っ掛けシーリング、あとはコンセント。で、一番上の洋室はルのスイッチでルの引っ掛けシーリングでコンセントということで、まあ、それぞれも単独の回路というふうに考えることができます。で、図面を書く前に、それぞれ何聞いてるのかと見た方がよろしいですね。で、18、こちらは問いとしては48ですけども、48はですね、記号なんですかって言ってますから、もう VVF 用ジョイントボックスですから、イが正解。で、ロはこれ、アウトレットボックス。ハはプルボックスですね。で、2は、これは露出のネジなし金属管用の、スイッチボックスですね。ですから、実は18の部分は書く必要ないんですね。で、19はこれ差し込みコネクタの種類と個数ですから、やはり図面に起こす必要があります。ということを踏まえて、伏線図を書いていくと、まず準備段階ではこのような形になります。ジョイント部分が2箇所ですね。で、先ほどと同じように書いていきたいと思います。まず L からは黒。で、N からは青ですね。で、コンセントからは L と N ですね。はい。で、ルの引っ掛けシーリングからは赤のルと青のニュートラル。で、コンセントからは L と N。それと、ルのスイッチですね。スイッチは L が入って赤のルで送るという状態ですね。で、忘れちゃいけないのがこの各部屋を渡るというところですね。渡るというところです。で、各部屋コンセントスイッチありますから当然黒と白、ね、L と N を送らなきゃいけないということになります。で、今回中間は、省略しますので、単純に黒と青ですね。これでもただ送っていくという状態で考えていきましょう。はい。で、下の方もですね、同じく、ニュートラルと L で送って、リは L で赤のリで出ると。で、照明器具は、ちょっと上下逆にしますけど、赤のリで入って、ニュートラルで出て、で、コンセント、ニュートラルで L という状態ですね。では、接続の方をやっていきたいと思います。まずやはりニュートラルから送っていきましょう。次に、黒ですね。で、最後に赤のル。はい、という状態になります。で、下の方も同じく接続していきたいと思います。
まず、ニュートラルですね。で、続いて黒ですね。L ですね。で、最後に赤のリと。あ、すみません。黒が1本抜けてましたね。ここですね。はい。これで、接続が、すべて完了ということになります。で、まず17は、下のジョイント部分。こちらで、リングスリーブの台数を聞いているということですね。もう小3つというのは分かってますので、台数だけということですね。では、まず、ニュートラル。これは、白を数えていきますので、青を数えていきますので、1、2、3、4本ですね。なので当然小のスリーブで L については黒の本数数えますので、やはり1234本ですので小で、リだけはこれは2本なので台数が丸になりますよということなわけですね。なので刻印としては小が2つの丸が1つということになります。続いて、19の方ですね。49番は差し込みコネクターの種類と個数ですから、上の方、まず、N を数えていきましょう。青の本数ですから、1本、2本、3本、4本、5本。はい、5本になります。で、続いて L ですね。L は黒を数えていきますので、1本、2本、3本、4本、やはり5本ですね。で、最後に、ルですね。ルは、2本ということになります。そうすると、差し込みコネクタとしては、5本用が2つの、2本用が1つということになります。ということで、このことを踏まえて、問題の答え合わせといきますと、まず47は、小が2つ、丸が1つということになりますので、イが正解と。で、49は5本用が2個。これが5本用ですね。このプレートの数、数えると分かりやすい。5本用が2個で、2個で、2本用が1個ということですから、こちらは、この2が正解ということになります。では、最後の問題、50番ですね。この配線図の図記号で使用されていないスイッチはということで、まず、イはですね、このパイロットランプ、この白丸パイロットランプですが、これがスイッチと直列につながっています。そうしますと、こちらは確認表示と内蔵スイッチになります。で、逆にロはですね、このパイロットランプがスイッチと並列につながってますので、こちらは位置表示と内蔵スイッチということになります。で、ハはこれ4路スイッチですね。で、2は3路スイッチになります。で、まず使用されていないスイッチを選ぶということですから、確認表示と内蔵はもう何度もね、出てきてますから、これは使ってますと。で、問題はローの位置表示と内蔵スイッチ。実は今まであまり使ってる問題なかったんですけども、これどこを確認するといいのかというと、実は原価ですね。ここに使われることが多いんですね。で、実際に見ていきますと、はい、原価のところに使ってるんですね。で、ついでにここに3路も使ってますということですね。じゃあもうほぼ答え分かったんですけども、本当に4路使ってないのかということですが、4路っていうのは3度の回路に組み込みますから、この回路を見るとないですね。ということで、使われていないスイッチということでは、この4路スイッチが使われていないということになります。以上で、配線図の問題31番から50番まで全て解説の方終了となります。今回は伏線図は2つ書く必要がありましたが、まあ、3路スイッチが入っていなかったので、伏線図としてはかなり難易度としては低い方ではないかと思います。その代わりですね、位置表示等が使われていたりということで、ちょっとずつ新しい要素も入ってきているのかなと思います。今回の動画で2019年度第2次電気工事士下期筆記試験の解説動画すべて終了となります。1番から今回の動画4番まで全てご覧いただいた方、誠にありがとうございます。また今回の動画から見始めた方は、ぜひ他の1番、2番、3番もご覧いただければ幸いであります。
では、今回の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。